東京バナナ買ってきてくれた？ごめん買えなかった許してちょまげマーボー愛ありがとう、強いよラブありがとう。喜多彩香が話題になってたって噂に本当？ゆかたんが優勝嬉しい、ありがとう。東京で迷子にならなかった？迷子にはならなかったよでもね、東京タワーが見えてね、みんなでねめちゃね喜んだのそう、みんなで超喜んじゃって、本当に東京タワーがあるよみんなって言って、見てって言ってね、めちゃ喜んだの。そう、ちなみにゆかたんも大はしゃぎした。やっぱ東京っていいねもうね、なんかあの街並み、麻布やったっけ、麻布十番街の横をねバスで通ったんやけど、もう東京って感じした、東京やーみたいなそう富士山も行き道に見れてめっちゃ大満足、お写真も撮ったよ。マーボーハートありがとう、ナホップちゃんハートありがとう、スユちゃんかわいいありがとう、ハーさんハートありがとう、富士山あれちょっと待ってね、あ富士山ペンライトありがとう、そうやね、あハートびっくりマークさん風呂敷ありがとう、ハーさんカニさんありがとう、トッキーさんお疲れありがとう起きてたよしよしよしーさん、金のマイクありがとう、あきら 2% さんハートありがとう、ゆうちゃんペンライトありがとう。そうほんまに楽しくてね、そうなんかよしみんも見てる、やっほーよしみん、おはよしみん。そうそう観光はできなかったんだけど、でもほんまに楽しかったそう嬉しそうだな、ニコニコ、東京タワー嬉しかったね、美しかったそう東京人っぽくなった、うんなったね、ちょっと大人っぽくなったかもそうなんかね、あのほんまにあのその楽しくて、あの岩倉さん吉住さん石橋さんほんまに優しくてね、もうなんか固まったかな、ごめん、なんかそのほんまにあのあお姉ちゃんが来た、なんかいつもとはまた違う感じやった、なんかほんまに何やろな、普段活躍されてる芸人さんっていうのかな、ん芸人さんやからこそなんかそこでめっちゃ学べたし、どうやって返したらいいかとかもね勉強になったし、面白かったし優しかったし明るかったし、もう最高だった、ありがとうございました。ちなみにこの髪の毛はお姉ちゃんにしてもらいました、待って待ってこんばんは、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 44g の姉ちゃんほんまにな、もうめっちゃ悔しい、 めっちゃ悔しいのでリベンジさせてください、またもう本当に私あの 40g めっちゃ自信あったんですけど、ちょっとね2回も失敗しちゃったあちゃーあちゃーあちゃー、まあでもそれよりな、言っていいか分からへん、あかんのかな、あんまりチヒーさんがすごかったね、ああうんそう、詳しくはねまた TVer に放送、ね、そう放送をお楽しみにお願いします、お願いします見てないから何のことか分かんない、また配信があると、あ配信じゃないテレビでね、うん、放送があると思うので、よければそちらをお願いします、お願いします、話しにしてくれありがとう、いつ放送ですか、いつかはまだ分かんないんだよね、多分来週のかな、そうですの、
機材力武装した。いやなんかほんまに何やろな、岩倉さんとミットさせていただいたんやけど、8月22日だそうです。皆さん8月22日が火曜日オンエアです。火曜日のあさってやん。あ、違う、全然あさってじゃない。もう夏休み終わったらチータもう宿題してないよな、もうやばい。あと3週間後、2週間、はい、あとちょっとですね。やばい、なんか気分は今日は8月20日やった。やばいこっちゃ、そんなんどうしよう。あさってじゃないですよ皆さん。どうしよう、あてちーたん5日で宿題終わらせないってことないけど、ほんまや。どっちがお姉ちゃん。 She is my sister, I'm Yuka, I'm Waka。 シスターってどっちもシスターだね。ほんまや。 Young sisterオールドシスター。2人ともお疲れ様。チータン最高、ありがとう。ありがとう、ワン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 、来てくれてありがとう。ありがとう、ワン。皆さんね、そうなんです、皆さんほんまに遠いところから来てくださったり、関東圏のお狭いの方とかね、名前のボードとかうちわとか持ってくださってる方、ね、めっちゃ見えてて、シュータンティーも来てくださってる方いらっしゃって、ほんまに激激ハッピーでしたよ。ありがとうございます。いい、はい、嬉しかったです、会いに来てくれて。あ、明日はそう公演なので皆さんよろしくお願いします。ハイタッチハイタッチハイタッチそう、5分も無駄にせず新幹線乗ったらしいやん。え、そう、ほんまにやばかったよ。あとほんまに車が渋滞してたら新幹線間に合ってなかった。間に合わなかった。今ショールーム新幹線から配信しないとあかんかったよ。そう、そう、エスカレーター乗りながらみんなで、ね、やばいやばいって言って降りた瞬間ダッシュそうでももう乗った瞬間みんな爆睡やったよな、ま、もうみんな気絶するように寝てて、うん、京都に着いた時にみんなのこと急いで起こして、みんなあとちょっとで京都着くよとか言って、チータももでなんかさ寝すぎてさ気づいたらさ今日行きはさ通路の方に頭が乗ってたらしい。ちょっとびっくりした。私は家から歩いて見に行きました。すごい近いんですか。すごいお近く、ありがとうございます。てりまかしてりまかしてりまかし。よかった、行き帰り爆睡。そう爆睡だよ、もうお姉ちゃんいなかったらそうそう、本当に危なかったね。危なかった新幹線2人一緒だったの。そう、たまたまなんかマネージャーさんからいつも切符をこうやってもらうんやけど、そうたまたま2人隣でした。で、ワカとユカ、ワカ、レイポンで3人でした。帰りはね、うん、そうなんですよめっちゃ嬉しかったけど、もう寝ちゃったから、ね、うん、しゃべらんかったな。全然話せんかったな、爆睡。そう、もうお弁当とかもう何も食べずにもう乗った瞬間みんなもう爆睡だったそう、はぁ気づいたら大阪着いてた。ちーたん改札通るときピヨピヨ鳴りますか。鳴らないです。ちーたんさすがにもうピーンです。ピーンピーン、やん、うん、40g おもろかったよ、ありがとう。そうなんですよ、面白かったね。さすがピザ屋ピザ屋え、なんか、うん、でもなんかもう一回東京行きたいな。ね、行きたい。なんか普通になんやろな、東京の街を見たい、観光したい、うん、頑張ろう、また行けるように。うん、そうやねん。そうそうそう、ね、でもちょっとでも見れてよかったね、東京の街並みを、うん、東京、なんかもう東京駆け巡ってる時に私は今、うん、東京にいて、あ、東京バナナがあるとか思いながら走ってましたスカイツリー行ったことある。あります。お姉ちゃんあるっけ。スカイツリーある。ある、うん、一緒に行ったくない、家族で行ったくない。スカイツリーは家族で行ってっけ、うん、あ、そっかそっか、めっちゃちっちゃかったよな、でもまだ。そうやん、ちーたんもうちびっこだよ。小3、3歳とかじゃん。違うよ、小3だよ。小3の間違いかもう
いつでもベイビー。あ、東京で握手会があるはず。やったらいいな。また皆さんと行きたい。握手しましょう。明日公園お邪魔します。来てください。ありがとうございます。待ってるね。明日公園来ます。皆さんめっちゃ来てくださる。嬉しい。わーい。ハッピー。ハッピー。つゆさん、ありがとうございます。そうね。なんかでもほんまに楽しかったね。うん。なんかやっぱり新たな世界って感じだったね。新たな世界。なんかでもフェスで幕開けの時に皆さんの顔が見えた時の安心感がすごかったね。なんかああ我が家みたいな我が家感じ。ほんまに。そうそうそう。こんばんは。こんばんは。こんばんは。いつか若田と 40g 対決したいですぜひその頃にはもう 40.000 目指して。はい。やっぱり若田の待ってるには優しくて特徴的。よかった、待ってるね。待ってるね待ってるね待ってるねどういうどんな対決じゃ。8月20日に20日にキャンプ決まったんだね。ね、楽しみ。そうなんです。楽しみすぎる。パチ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 。うん。え、何バン、ん？バンジー？ん？ん？え、どういうこと？え、ちょっと待って。ん？え、どういうことバンジー？いや大丈夫やろ。え、ないよね。うん、ちょっと待って。私全然何するか分かっ。わかんないんやけど、いつも向こう行ってからさ、急にじゃない、ね、え怖い。バンジーだけ前も急に虫が出てきてさチータの、ね、嫌な虫が。8月20をね、皆さん、そうですよ、皆さんぜひ見てください。ネネヌさんを見てください。お泊まりはないのかい。ね、お泊まりしたかったけど今回は日帰りらしい。虫があるかもしれない。やだ虫やったらまたもう逆バンジーかも。いやいや、バンジーだけはほんまにダメ。チータ、バンジーならいけるよ。え、そうやん、ほんまに言ってる、ま、バンジーはほんまにやかん。 虫食べるならバンジーしたい。虫の方がいい。それやったら僕は、だって虫5回食べてたもんな、お姉ちゃん。虫でも何でも食べますそうなんですよ、お泊まりじゃないんです。虫の現地調達やだこうやって食べるんですけど、現地調達階段ある。階段話とかしたい。めっちゃそういうの好き。階段話楽しそうね。フレンドちゃん、ハートありがとう。ヒルニクニコマークさん、キンのマイクありがとう。バンジー VS 虫。あ、バンジーの方がマシ。ほら、そうやん、バンジーやばい、ほんまにダメ。皆さんリアル GSGK だもんねハロービューティフルシスターズハローハローハロチーターの考えたジェットコースター。そう、前エデナジェットコースターのチーターが思う、うん、恐怖のジェットコースター書いてきられてさ、うん、なんか全然可愛くない、マジで怖い、使っちゃったホラーみたいな。つゆさん、ハートありがとう。そう、どんなんすんねやろうね、キャンプ。カレーとか作れるかな。キャンプ、バーベキューとかできるかな。どうなんやろ。でもなんか号泣キャンプって書いてあるよ。号泣、あの何感じ、お泣くお泣く方じゃなくて、なんか強い玉みたいなって書いて泣かされるんじゃん、またやばいよねそうやんな号泣、号泣って書いて、でも号泣、どうなんやろ。あ、号泣違い、号泣違いとか、野球、野球、野球すんのかな。野球、どうなんやろ。マクチさんとか強そう。野球が絡むんか、楽しみ。でも YNN さんやから多分普通のことはしないはずキャンプ場で応援しちゃおう。チータの野球、でも絶対さ号泣って、そう、裏テーマかけてるよね、多分。絶対号泣にかけてるよね。なる、ほんまに熱い戦いみたい、甲子園レベルの。なんか悔しくて泣く、チャラチャーンチャチャーンあーみたいな、グッバイいいのみんなで優勝して泣くみたいな。そんな妹ちゃんやろ絶対
絶対悲しくて悲しくてっていうか嫌で泣くの間違えちゃう。なんやろね、コスプレ全身タイツさせられるのちゃう。ついについに負けた方が砂集める。チュンチュルルチュルルルチュ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 ウィーン。歌詞あるかな。あ、歌詞好きやからしたい。分かった、人狼のリベンジ。お前や、人狼のリベンジしないと。対決、今度こそ対決あったら1位を頑張って取りたい。そうだね。お姉ちゃん泣き声するやめてよ。お姉ちゃん泣き声いつ以来や。なんか全然泣いてないよ。そうか、うん、なんかおもちゃで泣いたことあるかな。密着でならよく泣いてる。密着ぐらいな気がする。え、ほんまに急遽は涙腺が、あ、でも生誕祭で何回か泣いてるから。あ、確かに。お姉ちゃん来たし、そうなんだよな。泣き声覚悟していた方がいいかも。皆さんも一緒に泣きましょう。そうそうそう、本当ありがとうございます。ありがとうございます。グッバイ。ちーたんずっと号泣してそう。大変だ。ちーたんずっと号泣してそうやって。うわぁ、若田も泣いていいよやって。目指せ甲子園。うまっ。頑張ります。うまっ。うまいね、めっちゃうまい。甲子園よ。甲子園、甲子園。ゆう、そう、ほんまに。でも今日はサマーステーションありがとうございました。来てくださった皆さんは、あの、今からでも水分補給をぜひぜひとってくださいね。今日の分の「ゆかずシスターネームイズワカ」。イエス、ワカ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 です。そう、またねツイートとかしたのでよければ見てください。お願いします。オッケー、テレマカシ、イエイイエイ、テレマカシ。今日は行けなかったけど明日は公園に行けます。待ってます。もうね、楽しみだね。明日続いてとね、日にちがあって嬉しいですね。こうね、喜怒哀楽最高でした。ありがとうございます。ほんまにどうしようかと思ったよ。皆さんが優しいからね。そう、もうそれこそあんまやかしてくださったので。そう。そう、いいだろうか。ほんまに楽しかった。ハーさん流れ星ありがとう。明日の声も知り合いが多い。わお。あ、ともともさん、ミラーボールありがとうございます。リスのモノマネ大変。リスのモノマネ。まあこれは皆さんまた見てください。そう、皆さんもね、甘やかしてくださったから。お姉ちゃん寝たやって。寝かけです。そうね、本当に。もうでも休憩生やね。また次はどこかでね、みんなでね、なんかね、できる機会があればいいですね。今度は17人でね、出たいです。ワンちゃんにも出た。もう注意しん。お疲れ様だね。ありがとう。キャンプ楽しみ。ほんまに楽しみがいっぱいだね。楽しみがいっぱい。あとね、濃い夏を、 あれもありますから。ミニチカッパ祭も、そうなんですよ、ね、来週12日。そうだから、もう皆さんほんまに NAB でね過ごしましょう。もうこの夏はしかもった、ハモらないでよ。今日これでハモったの3回目ぐらいじゃん、うん、なんかポンちゃんと喋ってる時もハモったね。ハモったね。ちかっぱ皆さん待ってます。待ってます。ちかっぱ祭り。そう、ラーメンも。そうだね、ラーメンはでもあれかな、秋だっけ。そうね、10月とか。そうそうそう、でも楽しみですね。シンクロしたね。そうなんです、よくシンクロするんですよ。こんばんは、こんばんは。そう、もう、あ、ちかっぱ行きます。ありがとう、待ってるね。ちかっぱも行く。アミナ、ありがとう。
そう、夏もっと暑くなるのでね、劇場に来る際にも強い日差しには気をつけて皆さん来てください。よければ待ってます。そうだね、神戸の頃には初年、そっか、神戸の時に初年終わってんのか、すごいね。え、やばくない？やばい、じゃあ初年もあるやん。もうすごい、あれやな、詰め込んだ2ヶ月間やな、9月。そうやな、ちーたんちーたんも頑張らないとね。まずは夏休みの宿題終わらせないと話にならん。そっちかい、やばい。ちょっとそう、今日もね、あ、そうね、地下は夜のヨガやからペンライトがキラキラキラ。あ、そうか、確かに7時から7時半とかね。楽しみ、みんなで一緒にペンライト振っちゃいましょう。フェス、はい、初フェス。そう、宿題が終わらないとキャンプには行けないらしい。キャー、早く終わらせて、えらいこっちゃ。今から頑張ります、宿題。前もお仕事頑張らないと、頑張ってください。そう、周年ね、今年どんなことするんだろうね。ドキドキだね。めっちゃドキドキ。まだ何も知らないですよ、私たちは。ね、ドキドキしちゃうよ。ドキドキ。ドキドキ。ドックが？ドックドック。ワン。シーン。ちょっと寒くなってきたな。ね、滑り台みたい。すごい、ヨシミは新幹線の中でも勉強したいって言ったよって。すごいね、マジほんまに賢いね、すごい。いや、もう一旦さすがやね。でも爆睡だった。もうな、あたちはね、もう口を開けて気づいたら寝てたね。暖房つけようかな。つぼられてねんけど、恥ずかしい。どういうことって言われてる。一番恥ずかしいって。滑りまんこパン。明日のせたいことは全員ここに行く。ありがとう、待ってるね。待ってます。そうね、ほんまに寒なってきたんやけど。そんなことないよ、おかしいって。ほんまに寒なってきた。ちょっとひどいよ、あんまりにも。あんまりにもひどいよ、あなた。じゃあ一旦ランキングを読んでいきたいと思います。13位、ケンくん、ありがとう。12位、フレンドちゃん、ありがとう。ありがとう。11位、ライゴロウさん、ありがとう。ありがとう。10位、野原しんのすけのすけさん、ありがとう。ありがとう。9位、つーよーさん、ありがとう。ありがとう。8位、富士さん、ありがとう。なんか声が聞こえてくるよ。7位はーさん、ありがとう。もう6位こうぞうさん、ありがとう。5位ようちゃん、ありがとう。ありがとうございます。4位けいちゃん、ありがとう。ありがとう。3位ときーさん、ありがとう。ありがとう。2位ともともさん、ありがとう。ありがとう。そして1位はジュルルルルルルルジュルルルルルジュルルじゃん、マーボー、ありがとう。ありがとう。なんか聞こえますね、どこかから。どこから聞こえてるんやろうね。ワンちゃん増えたやって。まさかの、まさかの2号がいるよ、ここに。大変だ、インコみたいな声が。お前にも、今日もね、こんな暴らしまいでした。もしかしてそれ、ゆかたのモノマネ？違うんだ。犬のモノマネ。犬のモノマネだそうです。今日はありがとう、こちらこそありがとうございました、皆さん。ありがとうございました。あの今日の一日、またルームスに動画載せるので見てください。今日はちょっとあれかも、明日ぐらいに載せますね。可愛すぎる青原姉妹、ありがとう。愉快な青原姉妹。
皆さんゆっくり休んでくださいね。休んでください。今日も一日ありがとうございました。お疲れ様でした。わざわざ来てくださって嬉しかったです。あと4分あるよ。じゃあ私はお先に。ありがとうございました。ありがとうございました。行っちゃうの？はい、ありがとうございました。頑張りしました。始めました。嬉しい。今日も一日お疲れ。お疲れ。ポンポンポン。ピョンってして。ピョン。そう、本当に楽しかった。わかった。バイバイ。バイバイ。二人も早く寝るよね。寝ます。今日もぐっすりお休みスリープします。バイバイピーナッツです。そう、もうね、ほんまにね、楽しかったね。なんか暑さなんて吹き飛んじゃいましたよ。でもほんまにそうなんですよ。皆さんすごい優しくてね、だから癒されました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ツイッターにも載せてるので、よければ見てください。大きなぬぐるみ持って寝ててほしい。じゃあ寝ますね。そうやね、よかったに言われて覚ましてたけど、みんなが「あら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 、全然、またまた会いに来てください。明日もかわいい、わらわら、ありがとう。明日もかわいい。また明日会いに行くから頑張って、頑張ります。こんばんは。ちょっと髪切りました。切ったっていうかね、巻いてもらったんです、お姉ちゃんに。よかったら釣ってください。釣るんですか？えいやー。あ、こっちの釣ってるじゃなくて、あれですか、もうセリフの方ですか？今日も一日お疲れ様。明日も明後日もよかったのこといっぱい考えててね。こっちですか、鶴というのは。いや、鶴ました、よかった。See you, see you. おやすみなさい、皆さん。またね。またね。おやすみなさい。釣られました。あ、嬉しい、ありがとう。もう釣られてます、やった。おやすみ、おやすみ、みんなおやすみ。今日もいい夢見てくださいね。魚を釣ったことある？魚釣ったことあります。そう、楽しかったよ。